陸上自衛隊別府駐屯地で行われた調印式には、大会事務局長を務める別府市の阿部益男副市長と、第41普通科連隊の小林直樹連隊長が出席、大会運営の協力に関する協定書に調印しました。当日、自衛隊は隊員およそ100人と25台の車両を派遣、4000人を超える選手の手荷物とスペシャルドリンクの運搬などの面でレースを支援します。第72回別府大分毎日マラソンは来年2月4日正午に海卵前をスタート。 OBS ではレースの模様をテレビとラジオで実況生中継します。